藩明は南朝宗の政治家、文学者、歴史家にして五感書の作者。字は、宇つ州。先祖は南洋軍順洋県の出身であり、海警軍参院県にて出生した。藩洋は、東進の高し安二年、名門である、順批藩氏の一族に生まれた。曽祖父の藩広氏は、東進の安北将軍、序に終始し、武教圏行。祖父の藩安氏は、 林外軍大衆、与将軍大衆で、春秋国領伝衆源の著者。父の藩康氏は南朝宗の時中、公六大部となり、死後は社木将軍を追贈されている。藩陽は藩康氏の四男で、兄に藩登、藩高、藩安、弟に藩広志仏がいる。子は藩愛、藩遥か、藩宿。孫は藩漁連。 繁葉の要名は、千というが、これは、繁葉の母が彼を便所の中で産んだ時に、彼の額が千に当たって傷ついてしまったことから名付けられた。若くして、学問を好み、経書と史書に広く通じ、文章を作るのが巧みであり、音律にも詳しかった。四百二十年、竜友が南朝宗を建国すると、繁葉は竜友のこの法上を、 劉義康の冠軍三軍となり、小書外兵郎、慶州別が従事し、秘書、進む、進む南芝、両震災軍大使、徒十従事中郎、小処理部老などを歴任した。藩陽は、たびたび気候を起こしたと伝えられている。現下八年、甲州市市の段道なりの続館であった時、北義軍を撃つために、北西の命令がだったが、藩陽は、 足の病と称して断った。しかし、文帝は許さず、藩邦を物資輸送の監督に司しめた。また、翌年、藩邦は、劉義康の母の葬儀に、通夜の客として参列していたが、夜に、弟の藩広志縁らと共に縁石を開いたことで、劉義康の怒りを買い、戦場軍隊所に左遷された。現下十六年年、藩邦が、 調査王、竜予資金の調子であった時には、兄の犯行の認知で着母が既得になったが、繁葉はすぐに出発せず、後から義めかけを連れ立って現れて避難された。左遷されて、戦場に在任していた時、繁葉は発奮し、五感書の編纂を開始した。繁葉は、先行して存在した官官、東間関係や五感期、他の数種の五感書を整理しながら、 新たな五冠の歴史書を作り上げた。文帝の弟である、劉義康は、最小として、内外の政務を取り仕切り、その県政は文帝をしのぐものがあった。元下17年、文帝は、劉義康の副信であった、劉福家氏以下十数名を中殺劉慶に処し、劉義康を、甲州市市に左遷した。代わりに、巫女司教王、劉福家氏が、 幼州市として迎えられたが、劉福深氏は十二歳と幼く、この時に、州事を代行していたのが藩陽である。藩陽は、元下十七年に、宿営の衛兵を統括する、さ守る将軍、元下十九年に、東京の州務を司る大使戦事を務め、順調に出世していた。左遷された、劉義康の配下にいたのが、甲広氏先で、彼は、 竜吉康のために謀反を計画した。阿孫を抱き込むために、汎用が必要であり、汎用の外星の車窓を通じて、信仰を持った。この謀反には、他に、中将祖、ジョフ深氏の車窓などが参加し、兵は、増出、章を思う話が準備する手はずになっていた。しかし、現下23年、上深市のの密告により、幸広氏さきらの計画は露見した。 繁葉は自身を含む一族全員が処刑され、ここに名門である繁氏一族は途絶えた。繁葉は無心論者だった。五感書の中で彼は人にへつらう仏を猛烈に非難した。仏教をおかしいと思い、特に神が不滅であるという説と因果応報の説法を潔しとしなかった。そして仏教を信じる五感の鑑定にきつく風刺を行った。繁葉は 天命論にも反対し、天との聖命、聖人の難ことの、ましてすなわち憶測をわずかに隠す、正教無物の服、胸地下の汚滅を一切の功を持ってかな。彼はまた、ご関書、上皇殿の中で大量に古代の預言書を引用して、史実や論証を述べることに、長皇が反対した話を収録した。同時にまた、伴侶は、怨霊の近忌についての誤った論を論破した。 汎用の文章は、筆性は奔放であり、言葉が美しく固まり精錬して、変文の句法をよく備えており、白紙で形詞に関わり、良い文章で、霊書、音律を分かっているの3がある。新代の交渉学者の大なる星は、17師匠、で、僧女、汎用の列伝は、著者である陳薬によって恋に歪められたものであり、汎用は、卑怯な人物ではなく、 無本においても無実であることを力説する。これに対し、吉川多段は、人薬の執筆態度に問題が多いことは確かで、あるが、汎用の機構は、同時代の資料からも認識されることであり、虚構とは言えないと指摘している。AB 吉川2010、P40、AB 吉川2019、P198 から199、吉川2019、 P199AB ヨシカワ 2019P205 ヨシカワ 2019P208 から9ヨシカワ 2019P214 から16ヨシカワ 2019P223 ヨシカワ 2019P233 から234 23ヨシカワ 2019P234 から236 23ありがとうございます